MF 文庫 J が送る新聞芸。佐々木と P ちゃん、夏の学園祭出張編。佐々木です。 P ちゃんだ。 P ちゃん、わざわざ出張してまでこれ何の PV なの？振り返ってみると、我と貴様の出会いはペットショップの鳥コーナーであったな。え？あ、うん、そうだね。 P ちゃんを購入した時のレシート、なんか捨てられなくて未だに取ってあるんだよな。それからいろいろなことがあった。異世界では王家の跡目争いや隣国との戦争に巻き込まれた。現代では魔法を異能力と勘違いされて、貴様は国の組織に転職する羽目になったな。デスゲームなる行いに片足を突っ込んで死にかけたこともあったろう。うん、そうだね。巨大怪獣を相手取り、異能力者や天使と悪魔、その使徒、さらには魔法少女なる存在と共闘したりもした。ああ、そうだ、我のために食事処をこさえて、うまい料理をたらふく食わせてくれたりもしたな。Pちゃん、何その走馬灯みたいな語りっぷり。本日まで貴様と共に過ごせたこと、我はとても嬉しく思う。Pちゃん、貴様と過ごした期間は短いものだが、とても濃密であった。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、いきなりどうしたの？不穏なんだけど。貴様よ、これからも我と共に過ごしてくれるだろうか？もちろんだよ。っていうか、もしかしてシリーズ終わっちゃうとか？いや、その逆だ！佐々木と P ちゃんがテレビアニメ化決定だ！なんと！貴様よ、これからもよろしく頼むぞ。うん、こちらこそだよ、P ちゃん。佐々木と P ちゃん、テレビアニメ化決定！